スターリングラード防衛記章はソビエト連邦の記章。大祖国戦争中のスターリングラード攻防戦においてスターリングラードの防衛に尽力した一般市民や軍人に授与された。1942年12月22日に制定されたスターリングラード防衛記章は同時に制定されたレニングラード防衛記章、オデッサ防衛記章、セバストポリ防衛記章と合わせて ソ連初の気象である。スターリングラード防衛気象は、1942年のスターリングラード攻防戦で防衛に尽力した、赤軍、赤色海軍、NKVD の部隊や兵士及び民間人を、事与対象として、ニコライ・モスカ両府の設計によって制定された。対象の期間は1942年7月12日から11月19日までである。 廃用する際は左胸につける。セバストポリ防衛気象を受賞している場合はその階に配置する。スターリングラード防衛気象の最初の受賞者は第64軍を指揮していたミハイル・シュミロフである。1995年1月1日時点でスターリングラード防衛気象を受賞した人物は約759,560人に上った。スターリングラード防衛は 王道製で直径3 2ト、mm、ルの声援型をしている。メダルの表面にはライフルを構え戦闘準備につく兵士が描かれている。兵士の背景にはソビエト連邦の国旗がはためき、戦車や戦闘機が進軍している。天頂には五ぼう製があり、演習に沿ってと刻まれている。メダルには突如の縁取りが入っている。裏面には釜と土が描かれ、 その下にと刻まれている。メダルは五角形の台座につながっている。台座には絹製で、モアレの入った幅2 4ミ、mm、リメートルの黄色いリボンが巻かれている。リボンの中央には幅 2mm の赤色の線が走っている。ありがとうございます。